ください。はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は、カホのね、プチレッスンをやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。そしたら今日はですね、はい、低音、カホのね、はい、低い低音の出し方についてね、はい、練習してみたいと思います。はい。そしたら、あのカホンって低い音ってカホンの下の方で出るっていうことはよく知られてるんですけど、はい、どんな音がするでしょうね。うん。そう。そう。こういう光景よく見るんですよね。カホンの、ね、下の方を打つ、はい。確かに少し低い音がしますよね。はい、しかしちょっと音を聞いておいてくださいね、はい。下の方からいきますよ。おー、はい、なんとね、カホンの低音は実は案外上の方にあるんですよね。なぜなら、はい、カホンのこのビスの位置を見てください、はい、ネジが打ってありますよね、はい、ここだけ広い。あー、広いですね。ここだけ広い、はい、ね、ここに低音が響きやすい場所があるんですね、はい、そういう理由で手の位置はこの辺がいい音がします。はい、はい、そしたらね、実際にやってみましょうね、はい、手のひら全体が同時に接触する、はい、これが最も深い低音が出る時のカホンの打ち方なんですけども、はい、手のひら全体がここ、ここ、しかも打った後にすぐさま膜の振動を、ね、止めないように緩めます、はい、どうぞ。あ、いいですね。おうん、しかも腕の重みを使う、重力を使って楽に落とす、はい、あ、いいですね、左手、はい、うん、右手そう、そういうこともある、うん、重要なことは手のひら全体が接触することと、はい、ね、この上の方のふさわしい位置を打つこと、はい、それから重力を使って楽に振り下ろされること、はい、打った後は少し膜から離されて響きを、ね、止めないようにする、これがポイントとなってますからね、はい、はい、はい、それでは次はね、このベース音、カホンの深いベース音を使って、はい、リズムを実際にね、はい、演奏してみたいと思います。よろしくお願いします。します。その前に、はい、こんな音、カホンはあの大きな音を出すのにはやっぱり限りがあるので、はい、ちっちゃい音をより小さくすることによってリズムのね、あの輪郭をはっきりとさせます。なるほど。私たちはね、この薬指の音をね使ってますよ。はい、カホンの端っこはとっても小さな音がします。はい、この辺、こうですね。で、少し内側、はい、はい、ここを薬指で触るだけ、たこ焼き、たこ焼き、うん、そうなんですよ。ほう、いい感じですね。こんな音を使いますからね、はい、今日はこの薬指の音と深いベース音を使ってリズムをね、作ってみたいと思います、はい、じゃあこんなリズム、バナナ、うん、バナナ、左から、バナナ、バナナ、左、バナナ、バナナ、いいですね、はい、続けて、はい、最後にバラがつく、はい、バラ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 、こうなりますよ、はい、バナナ、バナナ、バラ、バナナ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 、続けていきます。はい。バナナ、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 バナナ。それでは今日はね、あのベース音についてちょっとだけね、あの他の音も紹介してみたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は最も深い手のひら全体が当たるベース音、こんなんやりますね。はい。次に浅い音のベース音っていうのもあるんですよね。それは中心より端へずれる、
はい。おー。浅い。浅い。はい。真ん中は深いでよ。はい。端は浅いでよ。浅いですね。はい。少し響きが違いますね。はい。次に、マッフルドって言って、ミュートされた音。はい、指先をキュッ。ここ。おお。こんな音。大きく言うと、こういうね、3つの種類のね、はい、低音があります。はい。こんな音。こんな音。こんな音。おお。時に用いられるか、はいね、こういう風にね、はい、音を少しだけ変えることによって、はい、いろんなリズムを、ね、表現したり、あるいは曲の中にふさわしい音色を選びながら、ね、はい、演奏することができます、はい、こういう風に工夫して演奏するって本当にカホンで楽しいわけでしょ。楽しい、はい、今日はプチレッスンということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またまたカホンの方では、教室の方では無料体験レッスンも行っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。